まあ、地元で生まれ育ってで、中学校まで、地元に行ってですね、高校からは大津の方の、まあ、建築関係のもう進路の方に進ませてもらって、で専門学校を建築科を卒業しました。そして、熊本市内の工務店を卒業してですね、で、今に至ります。もう小さい頃から、父がこういう仕事をしていたので、もう、まあ、建築関係の仕事はしたいなと思って、その、そのような進路を選びました。魅力とすると、何もないまっさらな状態からコンクリートを打って木造で立ち上がっていって、で仕上げまでしていった中で物が出来上がるっていうところがやっぱり面白みかなと思います。新築の出来た瞬間の引き渡しの瞬間なんかは、自分も一緒に喜ぶような感じですかね。うちの会社のモットーでもあるんですけども、住む人に優しい住まい作りというのを掲げています。金額の面だったり、住む上で、使い勝手がいいような、そういったところを心がけて、それをお客さんに伝える時の言葉遣いなんかにもやっぱり気を使って仕事はしています。もちろん今からの時代、ICT だったり IoT だったり、そういう技術も入ってきているので、そうですね、やっぱり適ざみの時代っていうのも残しつつ、でもその中でも住宅っていうものが住む人にもうちょっと優しい住まい作りっていうところが変わってきてると思うので、そこの中間を塗っていくというか、そういうところを考えています。はい、私が担当しているのは、総務委員というところなんですけども、まあ、ICT アドバイザーというわけではないんですけども、情報発信の部分で青年部の魅力なんかを発信していっています。話している中でヒントになるもの、もちろんその他業種っていう団体なので、いろんなくくりのない中で仕事の中に落とし込めるものっていうのは感じています。ほとんどが2代目の方もいらっしゃいますし、創業した方もいらっしゃるんで、同じ世代の人たちと話す機会になるとやっぱり刺激を受けたりしますね。夢だと思います。どうしてその言葉を選んだんですか？私の夢でもあり、お客様の夢を叶える仕事だと思っています。お客様の夢を叶える仕事を続けていきたいと思います。